VS 石川ファーストゲーム石川トゥーサーブラブオープン。さあ決勝の舞台、その日蓋が切って落とされました。石川佳純のサーブでゲームの方が始まりました。最初のポイントは手前の伊藤美誠選手であります。ラブワン。両選手ともですね、はい、準決勝でカットマンと、対戦して勝ちましたので、はい、やはりカットマンですと下回転のボールを多く打ってたんですね、はい、そして、まあ、勝ってお互いにですね、まあ、攻撃と決勝ということで、うん、やはり1ゲーム目の入りですね、両選手とも非常に大事になってくると思いますね。なるほど。カットマンの後はこういう、まあ、強いドライブを持っている選手と対戦をすることになるわけですからね、はい、なのでやはり切り替えですね、うん、ラケットの位置下から、はいでしたけれども、やはり上からのドライブであったり、伊藤選手であったら、まあ、スマッシュもありますし、バックハンドの強いバックハンドもありますので、そうですね、はい、今のところは石川選手の方がしっかりと合わせてますね、うん、はい、3-1 です。石川のサーブです。おっとね、おー、まあ、今レシーブからサーブレシーブからカウンタードライブというほどではなかったと思うんですけれどもね。今石川選手が伊藤選手のバックに長いサービスを出しました。ロングサーブでね、はい、あーはー、やはり伊藤選手のバック面は表ソフトなので、持ち上げさせてからの3球目攻撃を石川選手は狙っています。あ、なるほどね。なおこの一戦は主審に三浦博子さん、副審に代打博恵さんで行われています。なるほど、やはりあの表ソフトラバーの場合には、はい、あの回転つけにくいですから。そうですね、つけにくいので、はいはい、バックに長いサービスを出して、伊藤選手のバックを持ち上げさせてからと、はい、という、はい、展開に今石川選手持っていってますね。ということですね、はい、あ、入っています。お、まあ、意識的に立ち上がりはその伊藤のバックにボールを集めている感じです、はい、そうですね。そして今ストレートに逆に今度はね、先端開こうということでストレートに狙った伊藤だったんですが、はい、オーバーしました。確かにバックストレートで、まあ、石川みたいな選手と相対しそうとするところはなかなか大変は大変ですよね。そうですね、難しいですね、さあ 6-3 石川のサーブです。バックに長いサービス、ね、はい、狙ってます。はい、わー、いいラリーだ。素晴らしいラリーです。ただ伊藤も先ほどからこのバックでですね、はい、まあ、クロスにも打ってますがこういうふうにストレートにも随分打ってますね。そうですね、コースをうまく打ち分けてますね、それに対して石川選手が少し台から距離を取ってですね、ドライブをしています。なるほど、あ、前陣ではなくて、はい、そうですね。というのはどういうことですか。やはりあの伊藤選手のバックハンド、パワーがあるというのはもう分かっているので、はい、まあ、少し台から距離を取ってドライブしてますね。ーあー、決まった。上から叩きつけました石川。おー、ナイスボールですね、ですね、はい、立ち上がりから、まあ、十分に力を発揮している石川です。まあ、カットマンとの対決でその後すぐにというお話でしたけれども、はい、まあ、石川の方がやはり、はい、うん、そのあたりはしっかりしたということですかね。しっかり切り替えてますね、さあ早くもゲームポイントを迎えています。わずかにまだ3点しか伊藤美誠取れていません。あっとこれは、あっという間でした。11対3、第21回ジャパントップ12卓球大会女子シングルスの決勝、石川佳純対伊藤美誠、第1ゲームは11対3で石川佳純が取りました。
第1ゲームは11対3で石川が取りました。さあこれから第2ゲームです。いや第1ゲームは、まあ、途中からある意味ワンサイドになってしまいました。そうですね、やはりあの1ゲーム目の出だしからですね、うん、石川選手が伊藤選手に対してのラックに長いサービスからの試合展開というのが非常に良かったですね。そうですね、まあ、立ち上がりは伊藤が1ポイント取った後石川が5ポイント連取、はい、その後最後もやはり石川5ポイント連取で締めたんですけれども、ワンサイドの試合になって第1ゲームを終えていますが、さあ第2ゲームワンノールで今度は石川のサーブです。伊藤選手もバックに攻められているのは分かっているので、はい、うん、まあ、バックあるいはまあ回り込みもいろいろと混ぜていきたいですね。今バックを打たれました。でブロックはしたんですけれどもオーバーしました、はい。準決勝で対戦した佐藤選手に先ほどお話を聞くことができたんですけれども、はい、あの全日本も石川選手と対戦して、やはり今回の方がボールに石川選手ボールに威力があったということを話してくれたんですよね。なのでやはり石川選手も全日本選手権の後、うん、トレーニングであったりやはりパワーをつける練習っていうのを非常に多くされたと思いますよね。ストレート見事でやりました。素晴らしいですね、はい、カウンタードライブです。まあ、全日本の時は、ね、はい、平野美宇選手に敗れてしまって、はい、もしこれでジャパントップ12で今度は伊藤美誠選手に負けてなんて言ったら、そうですね、これはね、うん、当然まあ相当なある意味気合が入っていると。そうです ね、気合が入っていると思いますね。でしょうね、はい。一方伊藤選手も準決勝の後お話しすることができまして、はい、まあ、全体的に非常に調子も良くなっているので、まあ、決勝戦は石川さんに対して思い切って頑張りたいということをお話ししてくれたので、そうですか、はい、うん、ぜひですね思い切って戦ってもらいたいですね、でしょうね。5-2、伊藤2ポイント目、まあ、確かに、今年の5月の29日から6月の5日までドイツのデュッセルドルフで世界選手権、はい、今年は個人戦になりますけれども、はい、で今までは世界選手権、まあ、必ずと言っていいほどですね、福原愛ちゃんがいた、はい、愛ちゃんって言われますが福原選手がいた、それからその上に平野早矢香選手もいた、はい、そうですね、別の大会はさらにその上もいたというような感じだったのが、はい、今度は石川選手が一番上でチームを引っ張らなければいけないという立場ですから、はい、やはり相当気持ちの上でもここは頑張らなければ、はい、しっかりしなければという気持ちは今年は強いんでしょうね。十分あると思いますね。パートです。さあこれなんとか試合の流れを美誠ちゃんとしては変えなきゃいけないんですが、そうですね、伊藤選手を変えたいんですけれども、はい、やはりバックがですね、うまく石川選手に対応されてるんですよね。なるほどね、うん、つまり伊藤がバックでいい対応してもそれに対する対応がしっかりしてる、はい、そうですね、うまくしっかりしてますね。そしてやはり点数離れてしまうと石川選手の思った通りのもう展開になってしまいますね。フォアに長いサービス今出されました。そういうことですね、はい、やはり点数が離れると苦しいですね、うん、いや第1ゲームが11対3、そしてこの第2ゲームも今10対3でゲームポイントを迎えています。3点、伊藤のサーブです。あ、空振り。11対3とこの第2ゲームも、石川佳純が取りました、これでゲームカウントは石川佳純の2対0です。なんか変ですよね。ゲームカウント2対0で石川佳純がリードしてこれから第3ゲームに入ります。ジャパントップ12第21回大会女子の決勝です。
1ゲーム目そして2ゲーム目ともに11対3で石川が取って、さあここからの反撃になるか伊藤。そうですね、伊藤選手とも1ゲーム目、2ゲーム目ともにですね、はい、前半がですねうまくいってないですよね、はい、ただ今のなんかすごいです、はい、サイドを切って素晴らしいボールです。もうネットに近いサイドを切ったぐらいのね、はい、そんな感じですからこれ、ね、そうですね、体を使ってですねバックドライブしてますね。本当ですね、はい、伊藤選手は今のように、石川選手のフォアに大きく揺さぶりたいんですけれども、うん、今のところいってないんですよね。ははは、うん、これはいい、これは入りましたね、はいはい、これは伊藤のポイントです。まあ、石川選手は全日本決勝で、まあ、美宇ちゃんに負けたという話しましたが、まあ、伊藤美誠選手の方は、まあ、とにかくベスト16までいかずに32で、結局2回戦で安藤美奈美選手に敗れてしまいました。ですから、まあ、それの雪辱を期しての大会ということは言えるかもしれませんが、まあ、去年のプロツアーにしても一昨年にしてもですね、本当にあの伊藤美誠選手大活躍だったんですよね、はい、ただ、世界ジュニアはね、去年のね、はい、これもあの2回戦で韓国の選手キム選手に、まあ、負けてしまうということで、なかなかこのところ思うような結果を出せてないんですよね。そうですね、世界ジュニアの団体戦では優勝することが、はい、はい、できましたけれども、はい、個人戦の方では、うん、そうですね、はい、思うような結果ではなかったので、まあ、今年ぜひ頑張ってもらいたいですよね。本当ですね、はい、もうアウトです。バックハンドが伸びてしまってアウト、2-4。さあここが大事、まあ、伊藤選手は本当に汗かかないんですかね。もうほとんどタオル取らないんですよね。今石川選手の方はタオルを取りました。おお。つついたんですが、これがオーバーしました。レシーブミスで。そうですね。サービスを少し変えるのも一つの、はい、はい、戦術ですね。なるほど。少し巻き込みサービスですね。うん。あ、ナイスボール。ただもうとにかくこのテンポの速さと、はい、それから、まあ、鋭さというんですかね、すごいですね。そうですね、非常にいいボールでした、はい、なんかちょっと例えは良くないで石川選手怒られちゃうかもしれませんが、チャイニン選手のサウスポーバーみたいなね、今の前陣でのこうさばき方みたいな ね、 そうですね、すごいですね、体がしっかりとですね、まあ、体幹ですね、はい、はい、使えてますね。うん、最高、うん、これはある意味納得がしたんでしょうか、うん、仕方がない、うんうんと頷いています石川。今度の世界選手権にはこの石川選手を先頭に、今日の対戦相手の伊藤美誠選手、それから加藤美優選手、それから平野美優選手、まあ、美がつくんでだんだんごっちゃになっちゃうんですけれどもお、そして佐藤仁美選手、うわすごいフォアドライブという5人の選手がシングルスに、そしてダブルスには、石川選手は平野美宇選手と組んで、はい、それから伊藤美誠選手が早田ひな選手と組んでというこの2組が、はい、出ることになっています。その他ミックスダブルスでは、石川選手が吉村真春選手と組んで、これはもう世界選手権で一つ結果出してますから ね、 そうですね、はい、そして、前田選手が田添健太選手と一緒に組んでということで決まっています。うん、そうですね、どの選手も、はい、どのペアもですね、メダルの可能性があるので、はいはい、頑張ってもらいたいです ね、 ですね、はい、しかし今もそうでしたけれども、はい、ちょっと流し打ち風にですね、はい、サイドを切る、はい、それもかなり厳しく切っていくっていうのがね、はい、やはり今ですね、はい、世界で、まあ、中国の若手の選手もそうですけれども、はい、台をですね、大きく使うっていうことがですね、もうほとんどの選手をがしていますので、はい、先ほどの石川選手のようなシュートドライブであったり、カーブロングですね、はいはい、っていうのを使っていかないと、あと、まあ、全日本選手権で平野美宇選手が打球点速いボールですね、うん、でサイドに切ったボールが何本かありましたし、はい、台をうまく大きく使うということは大事になってきますよね。うん、あ、そうでしょうね、はい、うん、伊
藤選手もうまく広くですね、はい、石川選手を揺さぶりたいんですけれども、まだそこまで行ってないんですよね。逆に揺さぶられてますね。まあそうですね、はい、これはうまくいきました。相手のミドルをつきました。7-8巻き込むようなサーブでした。あっとアウト、おお並びました。だいぶでも今のサーブなど見ていると少しずつ変えようという感じは出てますよね。巻き込みサービスからの展開になってますね。なりましたね、はいはい、伊藤選手よくこの巻き込みのサーブを使って、はい、これ結果を出すケース多いですよね。そうですね、非常に回転がですね、はい、下回転上回転分かりづらいんですよね。あ、そうなんですか。平野美宇選手も巻き込みサービスやりますね、はい、やりますけれども、うん、おお、ここで今度並んだところで石川が、まあ、意地を見せたというよりも技を見せたという、はい、相手が予想してないサービスですね。ですね、はい、あ、やっぱり予想してませんか。予想してなかったですね、はい、ここはもう相手との駆け引きですからね。駆け引きです、確かにね、はい、フォア前出しました。で今度はシュートドライブ、しかしそこをナイスブロックでした。ナインオール上から押さえるような叩きつけるような、ね、はい、ブロックでしたね、うん。さあ、まあ、卓球は9オールからとよく言います、はい、ここからです。うわ、攻めました。これは攻めた、これは素晴らしい、はい、まあ、よく9オールからだと。でその時に、まあ、サーブを持っている方がやっぱりゲームの主導権を握ることが多いと言いますけれど ね、はい、そうですね、はい、思い切って3球目攻撃しましたね。しましたね。さあゲームポイントを迎えてどうか。うわ、アウト。あ、これはなかった。第3ゲームは伊藤が取りました、それも一時期8対4と4ポイント離れていたところから、まあ、見事に追いついて逆転をしました。11対9です。これで第3ゲームを終わって石川の2対1となりました。ライオンカップ第21回ジャパントップ12卓球大会の女子の決勝は第4ゲームに入りました。伊藤美誠が、まあ、一種報いるというと変ですけれども、一つ返してこれで2対1として第4ゲームです。この伊藤のサーブ、ちょうど真ん中あたりからサーブを出します。いい最初のポイントは石川、まあ、伊藤が今ちょっとサーブのポイントを、はい、出すポイントをですね、はい、だいぶこのテーブルの中央付近から出しましたが、はい、やっぱりああいうところも含めていろいろ工夫を、そうですね、工夫してます ね、 う、 すね、うーん、2ポイント練習されました。3ゲーム目ですね、サービスの回転を伊藤選手は変えて今のように巻き込みサービスから連続得点になったので、まあ、その中で4ゲーム目今2点、まあ、失点ですね、はい、非常に大きいですね。うお、石川選手に乗ってきそうな、う、はい、そうですね、気合が入っています。ですから表情からすると怖いというと怒られちゃう、まあ、厳しい表情をしている石川選手、はい、ね、伊藤選手はという感じになってますが、うん、一つ返しました。伊藤選手も読んでますね、うん、あ、読んでましたか、はい、あ、今うまく当たらなかったですね。そうですね、タイミングが合わなかったですね、まあ、はあはあ、はい、少しボールを投げ上げてからですね、タイミングをずらしたんですけど、今もそうですね、うん、あ、タウトです。まあ、シュートドライブで、まあ、レシーブエースかというような強烈な、はい、まあ、今日の試合こういうケース多いですけれどもね。そうですね、やはり狙っていくことはもう大事なことですね、大事なこと、はい、4-2 です。5-2、
まあ、ミドルにボールを2球配した後、今度はフォアへ、うん、石川選手、はい、もう投げ上げサービスであったりロートスであったりですね、うん、はい、いろいろと、はい、工夫してますけど、やはりバックに長いサービスも出しますね、うん、出しますね、ですから、あのストレートに、はい、ちょっと寄ったところからストレートに、はい、ちょうど伊藤のバックハン、バックサイドへね、はい、長いサーブを出したりもしていました、うん、まあ、当然フォー前出して、いろいろこうやり取りをするっていうことも頭の中には当然あるでしょうね、はい、うん、また今度はストレートに流した、ダッシュに流した、はい、ですね、ははいや、大体があの種類のサーブってそんなに出すサーブじゃないですよね、はい、出すサーブではないです、ですからそれがたくさん出てるっていうのは、はいはい、見ててもちょっとと思いながらこう見ていたんですが、そうですね、2本目はもう伊藤選手分かっていたのでバックハンドで、はいはい、強打しました、はい、さあとなると今度は伊藤のサーブですが 4-8、 ここで1ポイントでも取られるようなことがあると伊藤は苦しくなります、苦しくなりますね、今度はバックサイドからですね、出す位置変えました、はい、あ、そうですね、同じくバックに長いサーブ、はーはー、ミスしましたね、そうですね、発想は良かったと思います、はい、うん、そうだめか、うん、10-4、ゲームポイントを迎えています石川、11-4、この第4ゲームは、まあ、石川の気迫といいますか気力といいますか、そういったものがみなぎっているような、まあ、そんな感じの運びでありました、これで石川のゲームカウントは3-1となりました、はいはい、さあ王手をかけて、トップを目指すトップ選手12名のその頂点の決勝戦、石川があと1ゲームを取ればというところまで来ました、第1ゲーム第2ゲームいずれも11-3、第3ゲームは伊藤が、まあ、逆転をして11-9で取りましたが、第4ゲームまた 1-2 ゲームと同じように相手に4点しかというね形で11-4で石川が取りました、そうですね、3ゲーム目ですね、伊藤選手が逆転勝ちしましたけれども、はい、4ゲーム目の自分のサービスの時に2本やはり取られたのが非常に大きかったですね、なるほど、はい、逆に石川選手はやはりレシーブで2本取れたことで乗っていきましたね、4ゲーム目、はい、石川2サーブラブオジャパントップテーブル第21回を数えます、その女子のシングルス決勝戦、石川と伊藤の戦いは石川が王手をかけて第5ゲームに入りました、うん、やはり1本目から伊藤選手バックに長いサービス出しましたね、石川選手、そうですね、はい、この対応がですね、うまくいってないですよね、あれ第3ゲームの時っていうのは、はい、こういう形ありませんでしたっけ、そうですね、あ、まあ、フォア前サービス、フォア前サービスが結構ありましたか、はい、ありましたけれども、うん、石川選手は戻しましたね、あ、そうですね、はい、さあ伊藤がじゃあ今度はサーブはどうするかというところですが、バック前へ出しました、ああ、バック前へ小さく出すのはあまりなかったですよね、巻き込みサービスで、はい、はい、途中からですね、うん、やはり伊藤選手も3球目攻撃をができるサービス出した方がいいですよね、はあはあ、今は巻き込みサーブでという形になってますが、はい、3球目攻撃ができるというのはどういう、はい、やはり、まあ、はい、あの石川選手もレシーブ、まあ、絶対リードしているので、はい、積極的にいくと思うので短いサービス、はい、が大事になってきますし、今のようにミドルですね、はい、ミドルやハーフロングのサーブを出しました、はい、ハーフロング
でレシーブを突っつかせて、うん、はい、伊藤選手が3球目攻撃したいところですよね。ということですね。思いに行きません。そうですね、分かっているんですけれども、はい、点数に なってないんですよね。バック対バックのそのドライブのそれも前陣での引き合いでやりましたが、はい、石川の方に軍配が今上がりました。さあ 2-3 失礼 3-2 です。3-0 ここも石川はタオルを取りに行きましたが伊藤は全くタオルを取りに行きません。今のコースを伊藤選手は突きたいんですよね、はい、そうでしょうね、はい、確かにあの汗かかない選手というのは結構というか、まあ、たまにいますけれどもね、はい、全く取らないですもんね。あの話取れますが森本さんはどうだったんですか、はい、汗かく方。いや私もあまり汗かかなかったですけれども、でもあの考えるためにタオルを取りに行っ、はい、てましたね。さあこのゲームは伊藤が今ダブルスコアでここまでは 3-6 になっています。4連続ポイント。さあ 3-6 で、うわっとこれはダメ、サーブレシーブからカウンタードライブでということでレシーブエースを狙いに行ったような形でありましたがオーバーしました。伊藤選手もレシーブ狙ってますけれどもね、はい、今度はサーブは伊藤 6-4 今は巻き込みでクロスへ、はい、相手のフォアへロングサーブを行きましたね、はい、ただそれにまあ石川対応しました、はい、ただまあ4球目オーバーしましたが、うん、伊藤のポイントで 7-4 2球続けてちょっと浮くような感じのオーバーミスになりましたが何か原因があるんですか。そうですね、今のは伊藤選手が少し回転をかけたボールだったのでドライブボールですね、はい、なのでオーバーしました、うん、思った以上にそのドライブがかかっていたということですね、はい、そうですね。表ソフトの選手で、まあ、ドライブをする選手、まあ、少ないんですけれども、はい、伊藤選手はバック表ソフトですけれども、ドライブですね、回転をかけるのも上手い選手です、はい、なるほど。ということは石川選手の頭の中には、はい、表ソフトだしそんなに回転は来ないだろうという頭があって、はい、ところがそれ以上に回転が来てる、はい、ということですね。そうですね、うん、さあゲームポイントです。伊藤 10-4、はい、最後のボールも最後もね、はい、回転がありました。そうなんですね。でオーバーミスという形になりました。石川今度は第5ゲームは11対4で伊藤美誠が返しました。これでゲームカウントは石川の3対2となっています。ジャパントップ12女子のシングルスの決勝戦を迎えています第21回大会石川対伊藤美誠の対戦はゲームカウント石川の3対2でこれから第6ゲームです。まあよく卓球はね、回転のスポーツだと、はい、どう回転をつけるか、はい、その回転をどう読んでどう対応するかと、そうなんですよね、よく言いますよね、はい、うん、で今なんかはじゃあ本当にある種回転のっていうところがよく出てるわけですね、はい、そうですね、うまく伊藤選手が回転であったりですね、コース取りが良かったですね、はい、やはりですね最初1本目に石川選手のフォア側に返すと、石川選手のフォアハンドドライブがうまかったので、はい、バックあるいはミドルにファーストボールを送ってからの展開に伊藤選手持っていきました、うん、さあ伊藤対石川の決勝戦第6ゲームに入りました。いや激しいラリーですですが伊藤のポイント、お先ほどは石川のドライブにちょっとこうやられて沈黙するというケースが多かったんですが、
そうですね、伊藤選手、はい、だいぶあってですね、今ドライブこれはしましたけど、はい、うん、もうあれだけ浮いてしまうと、ああもうダメっていう気持ちやっぱり出るでしょうね。チャンスボール、はい、あ、しまったって思いますね。でしょうね、はい、逆に言うとそれほどショックではないんでしょう。そうですね、やはり相手の戦術がこう来たかということで、うん、まあ、うまく切り替えられますね。あ、ただ今返すのが、あれはどうしたんですか。今フォア前にやはりバックに長いサービスをずっと出してきたので、少し警戒した中でのフォア前のサービスでしたね。うん、ね、また出してきました、はい、おそれも下回転がかなりついていたんですね、はいはい、下回転かかっていましたね。そういうことですね、はい、勝負どころでバックに長いサービスは取っているかもしれないですね。おお、珍しくチキータを見せました。はい、そうですね、まあ、女子選手も最近はチキータを見せるようになりました。はい、チキータレシーブ、台上ドライブですね、はい、あっと、これはすごい。いや、2球続けて相手にこうチャンスボールを出すような感じに石川になってしまいましたが、そうですね、やはり回転が分かってなかったですね、サービスの、はあ、はい、それでああいうふうに浮いてしまったと、はい、そうですね。お、今度は逆に逆チキータですね。うん、いわゆる、まあ、ミユータとよく最近は言いますけれど、ね、ミユータと言っていいですか、はい、ミユータあるいは逆チキータ、逆チキータ一緒ですけど、一緒ですけど、ね、はい、まだ国際的にはミユータってまだあんまりミユって誰っていう、ああいう風になっちゃうなってしまうので、はい、チキータの逆っていうことで、逆チキータっていう、はい、うん、ことですね、はい、加藤選手にじゃあ頑張ってもらってね、そうですね、もっともっと有名になってもらいたいです、行ってもらわないとね、はい、さあ、おーおー、うわー、これも回転ですか。はい、ドライブをしようとしたんですけれども、うまくいかなかったですね、はい、4-5 です。伊藤のサーブ、おお、長いサービス、長いサーブ来ましたね、はい、意表つくサービスですね、うん、確かに勝負どころまで取っておくかと思ったんですが、はい、まあ、ここら辺りででも離されてしまって、はい、もう3つ取られてますからね、はい、後がないので、はい、しっかりと追いついて逆転したいところですね、うん、伊藤選手。さあ、石川のサーブです。フォア前、あー、6-5、難しかったですか。いや、バックに長いサービスも必ず頭にあるので、伊藤選手迷いましたね、レシーブ。はあ、いや、しかしよく右足今見てると踏み込んで対応したように思ったんですが、はい、ダメだったんですね。あ、逆チキータ、ま、はい、あ、まあ、見るだってまた言いそうになりました。逆チキータ、おお、まだ出さないですね、石川選手。あ、はい、そうですね、伊藤選手が出すと今度は見回ったになるかもしれません、はい、見回ったを見回ったっていうねこれは実況にはいいなあ、すいません、はい、6オールでやります。いや、まあ、日本の国際の選手ですね、はい、はもう逆チキータ、まあ、平野美宇選手も得意ですし、うん、はい、本当に多くなりましたね、多くなりましたね、はい、本当に多くなりました。さあ、6-7です。うん、今 の、 まああの全力でっていう感じではないんですけれども、はいね、このラリーはどうですか。はい、ミドルにうまくコースつきましたけれども、はい、その石川選手が打球点を落とした時点で、伊藤選手はもっと早めに攻撃したかったですね、あーはーはー、それをつないでしまったのでもったいなかったです。なるほど、確かに、おお、また今度は逆、あ、チキータですね、チキータレシーブ、はい、めっちゃなりましたね、もう難しい、分かんなくなりました、今一瞬、はい、そうですよね、はあ、あと2ポイントというところまで来ました石川佳純、勝てば3度目のこのジャパントップ12優勝ということになります。わあ、いや、ついにマッチポイント、チャンピオンシップポイントを迎えました。
今の3球目攻撃も石川選手打球で落ちたので、もっと狙いたかったですね、伊藤選手、はい、さあ伊藤のサーブ、わー、決まった、すごい、いやー見事、すごい4球目でやりました。見事に決めた石川、その実力とそして、まあ、気合気迫を見せました。ゲームカウント4対2で伊藤美誠を破りまして、見事第21回ジャパントップ12を制しました。トップ12 3度目の優勝になります。いやー素晴らしい、まあ、この、はい、石川選手のこの試合だったとは思いますけれどもね、はいはい、そうですね、もう決勝戦は本当世界のトップレベルの試合内容だったと思いますね、はい、まあ、その中でやはり石川選手が、はい、まあ、伊藤選手に対してバックに長いサービスを果敢に攻めてですね、行ったっていうところが勝因だったと思いますね、はい、そうですね、はい、非常に気合が入ってましたね、はい、石川選手、素晴らしかったです、はい、さあ、まもなくその石川選手のインタビューが始まると思います。あ、準備ができましたら、お願いしようと思いますが、見事3度目の優勝を飾りました石川佳純選手です。放送席そして会場の皆様、見事優勝を飾りました石川佳純選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いいですか、ね、はい、3度目の優勝ですが、今のお気持ちをお聞かせください。はい、今日はたくさんの方が試合を見に来てくださって、その中で初戦からすごくいいプレーができたので、すごく今日は嬉しかったです。5月には世界選手権も控えております。どんな気持ちで臨みますか。はい、そうですね、全日本選手権が終わってから、まあ、初心に帰るっていうことを意識して練習してきて、今日はすごくいいプレー、積極的なプレーができたので、世界選手権に向けて今まで以上の努力を重ねて、しっかり最高のプレーができるように頑張ります。今日は最後までたくさんのファンの方が応援してくださっていました。ファンの方へ一言お願いします。はい、今日はありがとうございます。今日はたくさんの方の前で試合をすることができるのがやっぱ幸せだなと改めて感じながら試合をすることができたので、次につながるいい試合ができました。今日はありがとうございました。本当におめでとうございました。いや素晴らしい優勝を飾りました石川佳純選手でした。森本さん、はい、初心という言葉を随分使ってましたが、はい、一言お願いします。そうですね、やはり全日本で負けてからですね、しっかり石川選手、ニュー石川選手ですか、そうですね、はい、が見れた試合だったと思います。はい、ということで森本文恵さんの解説でお届けをいたしました。第21回ジャパントップ12卓球大会女子シングルス、見事その頂点に立ちましたのは石川佳純選手でした。